WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。少女歌劇団ミモザーヌ1期生菊田誠です。20歳まで活動ができるというグループなんですけど、私は今19歳で、今年の10月に20歳になるんですけど、まあ、その本当はお誕生日に卒業っていう話が最初はあったんですけど、今回はまあいろいろな影響もあって12月年末で卒団という形になります。なんか本当に結構稽古がリモートでしかできなかったり、対面でできる期間が本当に短かったので、私自身も不安でしたし、多分スタッフさんもすごい不安だったと思うんですけど、いろいろな方に支えられてこの舞台が完成したので、本当に今はなんかホッとした気分です。そうですね、まあ、成長してる部分もあったり、やっぱ人なのでこう波があるんですよね。こうガクッと落ちたりとか、そういうのも、まあ、みんなで話し合いながら、こうあかんのちゃんとか、そういう言えるようになったっていうのもすごい成長だと思っていて、前回の公演では結構なんか大丈夫大丈夫みたいな、みんなできてるよみたいな感じで、なな感じでやってたんですけど、今回はそこあかんのちゃんとか、こうやって人のダメなところを言えるようになったのがすごい成長してよかったなって思います。あ、すっごいやっぱり若いので、若いって私もまだ20歳なんですけど、やっぱりみんな10代ですごいもう元気あふれるので、やっぱりその若さを生かして、なんかもういろんな方に元気を届けてほしいなって思ってて、将来はなんかもっとビッグビッグになって、私ここのグループに所属したんやでって自慢できるようなグループになっていってくれたらなって思います。すごい上からですけどすいません。やっぱり少女歌劇団ミモザーヌっていうのはずっと最初から思ってるんですけど、20歳までっていう限られた期間の中で成長を遂げるっていうのがコンセプトなので、その私も入りたいなって、こんな人たちになりたいなって思ってもらえるようなグループになるのがすごいいいことなんじゃないかなって思います。本当に短い期間やったんで、私と喋る機会が多分あんまりない子もたくさんいるんですよ。だけどその私が踊ってる姿とか歌ってる姿を見て、あ、菊田誠ちゃんっていう子がおったやなって、メンバーにもお客さんにも思ってもらえるようにパフォーマンスしたいなって思います。いつも応援していただいて本当にありがとうございます。少女歌劇団ミモザーヌ全員で次の公演に向けてもっともっと頑張っていくので、応援よろしくお願いします。ぜひ劇場でお待ちしております。